小室圭さんの7月帰国濃厚説、海外メディアに独占告白の可能性もあるのではないかというのが話題になってましたね。そうですね。まあ小室圭さんと眞子さま長らくまあ会ってないというのもありますし、眞子さまも小室圭さんととにかく会いたいというところはもう一致していると。はい。で眞子さまがニューヨークや第三国に出かけられてそこで落ち合うっていうのが駆け落ち同然になってしまうので、まあ、小室圭さんが一時帰国されるのではないかと。それが7月、あのオリンピックの時期に合わせて取材が少ない時に帰ろうって形なんでしょうね。そういうことですね。まあ長らく会ってないんですもんね。そもそもネットではね電話でやり取りとかしてるでしょうけど、はい、実際に会ってないということで眞子さまも早く会いたいと卒業したんでね。ただ帰ってくるとなると、まあ、メディアもかなり付きまとうでしょうし、もうなかなかそこでね会見をせずにっていうのもなかなかね難しいでしょうね。もう3年間沈黙破って帰ってきて会見もせえへんのかって形になったら余計ね国民の反感とかもありそうやし。そうですよね。一応新型コロナウイルスとかの、ね、状況も緊急事態宣言もほとんどの県が解除されて、まあ、収まるってことはないでしょうけど、はい、帰りやすい状況になってるかもしれないとかそういうのもあるでしょうけど、はい、帰ってこずにずっと向こうにいてその海外のメディアに今の状況も独占告白するかもしれないとも言われてますね。ああ、まあそれは別にしてもしゃあないしね、一人でしてもね。まあまあ、まあ、結婚してからするんやったらありますけど、結婚せずに、まあ、告白してもしゃあないからそれはないでしょうね。ああ、それはないですかね。はい、だ結婚してからする可能性はありますけどね。どんな感じでするかですよね。秘密を暴露するとか、もしくは自分たちは今ひどい状況にあるんだとか、なんか国民に祝福もされずにみたいな。まあ一応なんかそのメーガン妃とヘンリー王子はネットフリックスから300億円ぐらいもらって取材とかしてるんで。300億円もらったんですか。そうですね。え、まあ、ただ そんなにはもらえないでしょうね、小室圭さんの前は。いやすごい、え、300億円すごいですね。そうですね。そんなにはもらえないでしょうけど、さすがに。でも何億かもらえるだけでもすごいですけどね。それだからまあその特集でだから何時間も撮影してって形なんでしょうけどね。へえ、ネットフリックスお金持ってるんですね。だからもうそれで全世界に配信できますからね、まあ、回収できるっていう見込みがあるってことですもんね。もちろんね、それイギリス国民とかたくさん見てくれるやろしね。確かに。だからまあ一つの番組として数億人が見てくれたらそのぐらいの値段になりますね。まあ、300億もらえるってなったら誰でもどんなことでも暴露しそうですね。うん、だからまあ数億人が見る価値がある作品が作れるかどうかですね。まあ、でも小室圭さんと眞子さまのことに関しては海外ではそんなに正直話題になってないでしょうから。そうですね。ここまで魅力ある額提示されるかって言われたら微妙ですけどね。うん、まあそうですね。まあある意味なんか話題性はありますけどね。疑惑込み込みで言ったら話題ありますけどね。ああ確かに。小室圭は殺害者やったんかみたいな感じでね。はいはい。そこまでなれば話題性は十分ですけども。どうなんですかね、話題になればなるほど小室圭さん側もちょっと追い込まれそうというか、はい、いろんな過去のことがどんどん出てきて、ここに来てなんかいろいろと、まあ、結婚に向けて頑張ろうとしてるのか分からないですけども、なんかテレビとタッグで結婚させようって感じの動きありましたね。小室さん側の味方ついて、うん、で、まあ、特集もしてましたね。祝福というわけにはならないけど結婚しやすいような雰囲気にちょっとずつこうメディアもしていってるんですかね。そしたらなんかミヤネ屋でやってましたね。あ、ミヤネ屋で、はい、こういうのやってもらうの小室さん的には嬉しいんですかね。眞子さまと小室さん的にはなんかその週刊文春ウーマンが発売した日に合わせて、まあ、そこでなんか週刊文春ウーマンの取材に対して小室圭さんが今の思いとかを挙げたりとかしていろんな疑惑とかもあるけども、うん、まあ、その辺のこととかね言ってましたけども、まあ、それをその発売された人と同時にミヤネ屋が特集でやったんで、まあ、これはコラボ企画やろうみたいな感じで。ああ、なるほど。まあ、視聴率も取れるし、まあ、そうですね。自殺しようとしたこともあったみたいな感じでね、小室圭さんがちょっと国民の同情とかも。そうですね。というか、うん、まあ、で確かに何かしら手は打っていかないとね、ちょっとこう現状変わらないですもんね、はい、そうですね。小室圭さんすごいエリートやからみたいな感じ でしっかり文書で理解も示したしみたいな感じの報道の仕方でね。本当ですか。はい。もう文書ダメだったっていう感じじゃなく、そうですね、あれは賢い人がやる文書みたいな感じで、あ、なんとか褒める方向でね動いてましたけども、元宮内庁の人とかもなんか理解を示したみたいな感じの報道の仕方で。文書自体はね、その本当に頭が悪かったら書けないでしょうから。そうですね、まあ、賢いか賢くないかで言ったら賢いんでしょうけど、うん、納得させるような形でできたかと言われたら全然違うというか。ただまあ一応まあその中に、まあ、一人だけまあ吉川アナが皇族の結婚結婚相手のお母さんがその死のうと思ったっていう発言はいかがなもんかとかみたいな感じで突っ込んでましたけども、はい、まあ、その辺は
まあまりそこまで詳しいことは言ってませんでしたけども、小室圭のお父さんは自殺して亡くなって、その1週間後におじいちゃんも自殺して亡くなって、はい、でその1年も経たないうちにおばあちゃんも自殺して亡くなって、うん、で今度は小室圭さんが自殺して死のうとしたって感じになったら、一家4人がね自殺した家庭と小室圭が結婚って形になったら、さすがにね、その番組内では自殺のことに関しては触れてないんですね。お父さんがとか、その周りがとか、まあ、周りの自殺については触れてないんですけどね。そうですよね。ただまあ小室圭さんだけが自殺しようと考えたみたいな感じのことだけ報道して、うん、まあ、その同情を誘うみたいな感じでねやってましたけども、はいはい、小室圭さんが言うには、小室圭さんはなんか小室圭との間でマザコンって言われるのを嫌ってたみたいではい、でそのマザコンって言われないためにうちの K は自分で何でも決めるのよみたいな感じで、例えばその中学校に行くのも小室 K が決めたし、中学校とか高校とかの進学に関しても小室 K が決めたんですよみたいな感じで、はい、私の言うことなんか聞かないみたいな感じで言いたかったんでしょうけども、うん、逆にまあそれを聞いて、まあ、その吉川アナがまたその突っ込んで、その10歳でお父さんを自殺で亡くして金がないことを分かってるのにわざわざ授業料が高い中学校に行かす小室圭ってどうなみたいな感じで、うん、突っ込んでましたけどね。まあ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 、まあ、そもそもね、なんか大学の時も一緒に、ね、お母さんと寝てたとか、はい、なんかね、まあ、そんなんも出てるわけで、まあその辺については触れてないですけどね、まあ、まあ、もちろんそうでしょうけどね、うん、マザコンの部分はもう隠せないんじゃないかなっていう。そうですね。ちなみに一応小室圭さんが5月9日に小室圭さんに電話したことを明かして、日本では5月9日は母の日なんですよみたいな感じで電話をして、小室圭さんからおめでとうっていう話をされたみたいな感じで、まあそういう話をしてましたけどね。小室圭さんから電話かけたんですね。そうですそうです。圭さんからおめでとうって電話かかってきたとかじゃなくて。そうですそうです。だからまあマザコンじゃないから母の日やのに電話してこなかったってことなんでしょうね。もう言いたかったんでしょうね。とにかくマザコンを否定したかったんでしょうけども、お笑い芸人やったから、まあ、ルイ53世とかもなんか、まあ、コメンテーターとかして、いやこんだけ日本では小室圭さんの疑惑とか金銭問題とか話題になってるのに、母の日なのやおめでとうみたいな感じの、そんな話題なんかいみたいな感じで、あ確かに何のんきな話とねみたいな感じで、もっと他のことをね、あの言ってほしいというかね、まあそういう感じの話はしたみたいですけども。でちなみになんかそのマスコミがいろんな情報を流すみたいな感じで言ってて、はい、なんか一つだけそのマスコミの嘘を言ったのが、この報道は嘘ですよって言ったのが、まあ、一つ一つなんか報道についてコメントはしないけども、一つだけこれは嘘ですよって言ったのが、その手術の件に関して宮内庁病院には入院してませんっていうことを言ってましたけどね。入院してないってことですね、宮内庁病院には。あ、入院はしてるんですよ。入院して集中治療室に入って手術をしたって形で言ってるんだけども、宮内庁病院ではないって形で言ってみたいですね。あー、なるほど。それはもう嘘だったと。そうですね。それは一般の病棟でってことですね、何かというか病院で、うん、ってことなんですけども。でも結構コロナでね逼迫してるとこも多いから、まあ、普通であればね病院とか分かるはずなんですけどね。確かに小室圭さんが来たらあって感じ で、ちなみに集中治療室が終わってから、それがなんかちょうど4月の8日に手術したみたいで、小室文書が発表された日なんで、まあ、すごい日本中が話題になって、看護婦さんが世間騒がしいですよみたいな感じで知らされたみたいな感じで言ってましたけども、ただこの集中治療室がから出てきたらすごいなんか朦朧としてる中でね、意識が普通そんな患者さんにストレスを与えるようなことを言わないから、これがどうなんかなっていう、まあ、それか看護婦さんにも相当嫌われてたのか、まあ、その辺は分かんないですけどね。でなんかあのこの間ね、あの N 国の立花さんがコロナに感染してありましたね。すぐ入院しなあかんということで、なんか一応その入院する直前に YouTube の動画も出してて、はい、僕は上級国民なんかもしれないですみたいな、そのすぐに入院の場所も手配してもらったし、いいところをみたいな、はい、うん、だからそういうつてもやっぱりある人にはあるというか、はい、逼迫してると言われてもその病院とかが、だからそういう立場にあるんかもしれないですね、小室圭さんも、はい、優遇されるというか。まあまあ、でも佳代さんはなんかね、国民の皆さんから好かれるような感じの雰囲気ではもうないので、病院の看護婦さんとかも味方につかないのかもしれないですね。そうですね。まあただね、ミヤネ屋では何とか国民の理解を示させて賛成の方向に持っていこうとしてたんでしょうけども、まあ、なかなか難しいかなと思いますけども、ちょっとこの辺に関してはね、どういう風に感じたのか、よかったらコメントもらえたら嬉しいですね。そうですね、ぜひコメントください。